予選競争第5レースのメンバーが水面に登場。さあ本番も6号艇の峰が回り込みの姿勢です。メンバー1号艇群馬の椎名豊、2号艇三重の新田雄志、3号艇福岡の郷原翔平、4号艇広島の辻栄造、5号艇徳島の山田優也、6号艇佐賀の峰竜太、以上のメンバーです。1、2、3、6と入っていきます。今1号艇の椎名豊です。初日の1回乗り、大外から3着。今日まず1走目は高枠からです。椎名の陰線。2コース2号艇の新田雄志、3コースは地元3号艇郷原翔平。初日角まくりからレースを作り3着。そして本番も4コース6号艇峰竜太、ドリームはまさかの船出、しかしモーターは手応えあるようです。4コーススローの位置、5コースが4号艇辻栄造角戦。初日見せ場なく今日からといきますか。大外前走2着5号艇山田優也、体型4対2。進入コース内側から1番2番3番6番4番5番の並びスタートしました。予選競争の第5レース2番へこんでいます。1番3番6番と出ていく1マーク、逃げる1号艇の椎名豊、まくった3号艇の郷原翔平、まくり出していく6号艇峰竜太、さらに4号艇辻栄造、向こう正面1号艇の椎名のうち6号艇の峰、スタートは前提正常でした。1号艇の椎名が一歩前、アウトに持ち出した6号艇の峰、すぐ後ろ4号艇辻、1号艇椎名が回って、そのままリード1号艇の椎名豊が先頭です。水がいて6号艇峰竜太2番手、その後ろ4番5番が並んだ状態。レースは2周目、先頭は1号艇椎名豊です。向こう正面へ2番手が6号艇の峰竜太、3番手5号艇の山田優也が丸、そのうち4号艇の辻、アウト3号艇の郷原、3番手は5号艇の山田優也が前へ出ています。その後ろに4番3番2番続いて2周の2マークです。先頭は1号艇の椎名豊、2番手が6号艇峰竜太、3番手5号艇の山田優也、上位3艇は1番6番5番の体型。レースは最終周回です。2艇審査で4番3番並んで追走中です。さあ1マーク前の2人、1番6番抜けます。3番手5号艇の山田が回る、握って3号艇の郷原も、3番手は5号艇の山田優也がキープした状態。体型は1番6番5番です。1、6、5のまま入ると3連単は23倍。最終コーナー先頭1号艇の椎名豊、2番手が6号艇の峰竜太、3番手5号艇の山田優也と折り返しました。第5レースまもなくゴール。先頭1番ゴーリン、6番ゴーリン、5番ゴーリン、3番4番ゴーリン、2番ゴーリン、以上全艇ゴールインしました。5レースのウィナーインタビューでした。競争成績です。1着1番椎名豊、2着6番峰竜太。シリーズ2日目の戦いも終盤戦、予選の第10レース。1号艇大阪の上条信孝、2号艇東京の宮野原幸喜、3号艇佐賀の峰竜太、4号艇山口の佐々木寛太、5号艇福岡の新海渉、6号艇静岡の深谷智弘、以上のメンバーです。枠なりでの作戦待機行動、今1号艇上条信孝、初日は2着3着とまとめる走り。さあここ高枠から勝利を狙います。2コースが2号艇宮野原幸喜、初戦大外からまくり差しを決め、3連単なんと24万周を提供しています。その宮野原が2コース、3コースは3号艇の峰竜太、
今日の前半は前を攻める走りで2着。3手引き角4コース4号艇の佐々木寛太。5コース前半逃げました。地元5号艇新海渡る。大外に6号艇の深谷智弘。スロー3艇ダッシュ3艇と分かれます。進入内から1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました。予選競争の第10レース1番2番3番そして5番と出てきます。逃げる1号艇の上条、3号艇の三根がまくる。刺す2号艇の宮野原。向こう正面1号艇の上条が前にいます。スタートは前提正常でした。先頭1号艇の上条、その後ろは2番3番並んで、さあ2マーク。先頭で1号艇の上条信孝、3号艇の三根龍太が握って回る。内側から2号艇の宮野原幸喜、先頭1号艇の上条、それに詰める勢い3号艇の三根。アウトからぐいっと行きます。すぐ後ろには2号艇の宮野原で、さあ混戦です。2周1マークの攻防戦、1号艇の上条信孝が回る。握る3号艇の三根龍太、向こう正面どうか。1号艇の上条のアウト、3号艇の三根龍太が並んでいく。1番と3番突破争い、内側一歩優勢1号艇の上条、アウトから追走中3号艇の三根。さあ2周2マークの攻防戦、1号艇の上条信孝回る。3号艇の三根龍太、今度は刺してホーム側。先頭は1号艇の上条です。3号艇の峰2番手、その後ろ3番手は2号艇の宮野原。レースは最終周回へと入りました。先頭を走るのが1号艇の上条信孝、最後のバックへと抜けます。3号艇の峰龍太、ここも握っていきますが、先頭は1号艇上条です。少し水が入って3号艇峰2番手、3番手が2号艇宮野原。1番3番2番の体型1・3・2、この決着3連単 7.6倍。最終コーナー先頭は1号艇の上条信孝、3号艇の峰龍太、最後まで攻めますが2番手です。そして3番手に2号艇の宮野原。第10レースは間もなくゴール。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、4番5番、6番ゴールイン。以上、前提ゴールインしました。ジュレスのウィナーインタビューでした。競争成績です。1着1番上条信孝、2着3番峰龍太。芦屋の72周年ダブルドリーム2日目は全日本オーザードリームです。1号艇愛知の池田浩二、2号艇福岡の西山貴弘、3号艇静岡の菊池光平、4号艇滋賀の馬場芳也、5号艇岡山の茅原裕樹、6号艇福岡の羽野直也。以上のメンバーです。今1号艇の池田浩二が入ります。今年は東海地区戦を勝ち、久しぶりに G1 を制してます。その池田の引戦、2コースは地元2号艇の西山貴弘、白星上げ2連隊の甲府名で、今年3月 G1 3つ目のタイトルゲットです。3コースは4月マスターズを制した名人世代ルーキーの3号艇菊池光平、角4コース4号艇馬場芳也、SG 初 V のメモリアルプール芦屋の吉屋門線。5コースは5号艇茅原裕樹、直前大村オーシャンを勝ち SG 約10年ぶりに制しています。大外は6号艇羽野直也、 SG タイトルホルダーとなり1年。さあ今度は地元芦屋のタイトルを手に入れたい今シリーズです。3対3、1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました。全日本王座ドリーム第12レース、1番3番ジャッカイサート1マーク。逃げる1号艇の池田浩二、2号艇の西山が刺していく。3号艇の菊池握って向こう正面、1号艇池田押し切りました。スタートは前提正常でした。
先頭は1号艇池田浩二、2番手は定段、4番2番5番3番固まって2マークの攻防戦。トップ1号艇の池田浩二が折り返した後、握って回る2号艇の西山隆弘、内側から4号艇の馬場吉也、2番手の接戦は4号艇の馬場、2号艇の西山、4番2番平蔵。レースは2周目に入りました。先頭はリードを広げる1号艇の池田浩二が抜けた後、焦点は2番手4号艇の馬場吉也、外を行くのが2号艇の西山隆弘、2番手の接戦は4号艇の馬場吉也が前へ出ています。アウトから食い下がる格好、2号艇の西山隆弘、判定審査。2周の2マークへ移っていきます。先頭は1号艇の池田浩二です。さあ2番手4号艇の馬場吉也が回る、2号艇の西山隆弘、今度は差しを狙ってホーム側も、2番手は4号艇の馬場、水が空いています。2号艇西山、3番手体型が142、後続が3号艇の菊池、5号艇貝原、6号艇羽野となっています。最後のバック先頭は逃げた1号艇池田浩二、2番手は4号艇馬場吉也、3番手2号艇の西山隆弘、上位3艇は1番4番2番142で入ると3連単 18.2 倍。最終コーナー先頭は1号艇の池田浩二です。そして2番手に4号艇の馬場吉也、3番手2号艇西山隆弘と折り返して第12レースのドリーム、まもなくゴール。先頭1番五輪、4番五輪、2番五輪、3番五輪、5番五輪、6番五輪、以上全艇ゴールインしました。ザ・ドリーム制しました。1号艇池田浩二選手です。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。熱い中のレースになりましたね、はい、はい。ではそのレース振り返っていきます。進入地から1、2、3、4、5、6、池田選手1コース進入で、はい、展示と本番は風いかがでしたか。ちょっと緩んでるなって感じしたんで、はい、それでもちょっと様子見ていきました。本番 1、2 ぐらいのタイミングでした、はい。1マークいかがだったでしょう。もうまくられることはないなと思ったんですけど、やっぱこの風なので、はい、差しだけちょっと注意して、はいはい、行きました。しっかり帰ってきましたか。1マークはいいターンだと思います、はい。押しもありましたか。1マークありましたね、はい。他のターンマーク、他のターンマークが合ってる感じしないです。あ、じゃあこれ先頭走っていてもいまいちだった。そうですね、そこまでなんか気持ちよくは乗れてないですね、はい。まあ、ここまで、ね、調整も続いてますけれども、はい、もらった時からの変化ってありますか。ちょっと本当はもらったままのプロペラの形でいきたいですけど、ちょっと回転が本当足りてないんで、まあ、それ見越して叩いたんですけど、はい、まあ、あってはないなって感じはします、はい。やっぱりこの気温とか湿度聞いてますか。本当に暑いです、ね、そうですよね。またじゃあ明日は明日で調整してそうですね、はい、もうすいません、もう汗ねたっぷりの中話してくれました、はい。ではね、最後ファンの皆様に明日以降に向けましてもう一言お願いします、はい。もう暑さに負けず、明日からも頑張ります。お願いします、はい。あ、ギャラリーが映りましたけど、池田浩二選手でした。ありがとうございました。はい、池田選手のウィナーインタビューをご覧いただきました。12レース全日本オーザドリームの競争成績です。1着1番池田浩二、2着4番馬場吉也、3着2番